皆さんこんにちは。今回はふるさと納税についてお話をします。ふるさと納税はですね、数年前に始まったものです。で、簡単に申しますと、自分は今、ここに住んでるけれども、住民税ってここで納めるわけですね。自分の住んでる町に納めます。で、ところがですね、自分のふるさとを応援する、自分はもう田舎から出てこっちに来てるんだけども、でもやっぱりふるさとを応援したいということで、ふるさと納税ということで、面白いことに、こっちに納めた、ふるさとに納めたお金はですね、住民税としてここに納めたと同等に考えてくれるんですね。ですから、例えば、20万円本来はここに納めないといけないけども、その20万円あるいはその半分をですね、ふるさとに納める、まあ自分としては同じことなんですね。でも同じことだけども、自分のこの町はその分だけ住民税減ってしまいます。だけど自分のふるさとはその分だけ住民税が増えてですね、やっぱりこう自分の感謝の気持ちが伝わるわけですね。そして実はふるさとの方からありがとうということで特産品を送ってくるというようなことがだんだん始まったわけですね。で、その特産品を送ってくれるのも、ふるさとのお米がおいしいとか、ふるさとのお魚がおいしいとかいうことで、それもまあいいんじゃないかということだったんですね。ところがですね、ふるさと納税っていうのはふるさとに限らず応援したいところに納めてもいいというふうにだんだん広がってきたわけですね。そしたらふるさと納税をいただきたいということで、返礼品という言葉があってね、ありがとうという返礼品の競争が始まったんです。なんかその美味しいというか高級な肉とかですね、あるいは高級なお魚とか、私だったらカニが好きですけど、カニを送ってくれるとかですね、なんかそれでだんだんひどいことになって、その特産品がないと、もう自慢の特産品がないところはなんと家電製品、テレビをくれるとかですね、高級な、じゃあ炊飯器が来るとかいうことで、もうなんかむちゃくちゃになってきたわけですね。で、その金額もですね、10万円持っていったら半分以上のお金が、極端に言うと金券が来ると。これどう思います？でも金券が来る、半分以上の金券が来るとなったら、ちょっとそのあそこに応援したいというよりもですね、あそこに10万円寄付したら自分が10万円の住民税を納めたことになるし、おまけにその半額の5万円の家電製品が来る、あるいは5万円の金券が返ってくるといったら、これこうビジネスですよね。で、それがですね、どん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 過剰になって、毎年ふるさと納税のトータルが上がっていくわけです。去年の金額が1600億円、まあ、かなり大きいですね。で、1600億円が半分ぐらいがですね、返礼品で本人に返ってきてるわけですね。ということは国としてどうなると思います？ということで、これはダメだろうという議論が出てですね、ついに総務省がですね、返礼品は、3割以内に抑えてくださいというのが出たんです。なんだ3割かということになってきてるんですけど、でもね、3割でもすごいと思いません？数百億円の税金が無駄になってしまっているということが現状なんですね、ふるさと納税によって。で、その中でちょっといい話として最後に一つご紹介しますけども、埼玉県所沢市はですね、この4月から、ふるさと納税の返礼品をやめました。で、やめるとですね、どうなりましたかというと、今までも所沢はですね、市長さんのお考えが非常にしっかりしているために、そんなひどい金券で送るとかですね、そう半分返すというふうな、そんなことはしてなかったために、そんなに多くなかったんですね。で、去年は、23件で231万円あったんですが、今年はゼロです。で、だから返礼品をなしにしたら、そのふるさと納税が本当にゼロになってしまった。でなおかつですね、その所沢に住んでる人でふるさと納税であちこちに出してる人はいるので、実はトータルとして、かなり税収が減りました。しかしこれはもう仕方のないことだということで、所沢はこれを続けるそうです。私はやっぱりこの、所沢の藤本市長さん、この方の勇気ある決断にエールを送りたいと思います。